こんにちは、ウイスキーパトロールです。今日はですね、ちょうど登録者様がですね250人達成しましたっていうタイミングがちょうどぴったり偶然あったんですけども、初めてのウイスキーくじですねを開けていきたいと思います。こちらがですね、楽天市場で買ったんですけど、酒の山市さんっていうところが出している330口のウイスキーくじで、価格が送料込みで6050円で、山崎白州が一口だけねあって、であとティングル、イチローズモルト、アマドール、グレンモオレンジが、まあその次の章であって、B 章ですね。で C 章がまあほとんど330分の280が、カバランなんですよね。で、まあカバラン飲んだことないし、まあちょっと高いんですけど、まあね、くじもやってみたかったんで、まあ外れてカバランで6000円ならまあそこまで大きい損じゃないかなっていうことで買ってみました。で、届いたんですけども、ちょっと画面が狭いですけど、まあ、こちらですね。まあこれ届いて、まあ、この佐川さんで届いたんですけども、もうこの時点でね、ちょっと箱の背が高いんですよね。もうこれで完全に山崎白州ないな、みたいな、こう、雰囲気がすごいあるんですけども、早速開封していきたいと思います。他のね、ウイスキー YouTuber さんのね、ウイスキーくじすごいいろいろ見てて、このやっぱ背の高さで結構わかるっていうんで、まあこれカバランがまあね、ほぼカバランで、この背の高さもカバランに合致してるんで、まあカバランだろうとは思うんですけど、開けていきます。まだ見てないです。今、ちょっともう見ずに開けていってます。あ、なんかね、もう袋が入ってましたね。もうすでにこれカバランですね。見てなかったけど、触っただけで袋で分かってしまいました。カバラン。で、カバランが2種類あって、ディスティラリーセレクトの1番か2番はそれだけですね。はい、こちら2番でしたね。画面入らないんで、カバランで、カバランだけまあこういうコースターとかね、このカバランの袋がついているということです。カバランか。まあ台湾のね、すごい有名な最近人気のウイスキーなんで、まあ嬉しいですね。ちょっとこの梱包だけ取ってみましょうね。こちらでございます。カバラン、ランチコ映ってないですけどね。まあ中も出してみましょうか。6000円ぐらいになると高級感があるんですね。はい、出ました、カバラン。いいっすね。はい、今度機会があったら開けていきたいと思います。まあ、500人達成記念ですかね。それでは今日もご視聴誠にありがとうございました。